アシダカグモカスプラシダは雲目の分類群の一つ。大型の目立つ雲が多く、日本ではアシダカグモがよく知られている。学名としてはヘテルポ時代が使われたこともある。アシダカグモカの雲には大型のものが多く、人間の注目を引きつけることが多かった。そのために恐れられ、時には毒グモと呼ばれることもあったが、実際に医学上の重要性を持つ種はいない。 徘徊性で、網は張らず、また巣穴も作らないのが普通であるが、砂漠の種などには巣穴を掘る例もある。多くのものは昼間は樹皮下などの物陰に隠れ、夜間に獲物を狩る。やや扁平な体格は、このような生息環境に適したものである。大型なだけに、獲物には、トカゲなどの小型脊椎動物までが含まれる。足高雲は足高モ類は目立つものであるために、 各国で様々な名称がある。英語圏ではこの類を呼ぶ名として、ジャイアントクラブスパイダー、ハンツマンスパイダーなどがある。また足高グモ類がバナナと共に見つかったことから、バナナスパイダーの名もある。アフリカ南部では、パリスツ族のものが、レインスパイダーと呼ばれるが、これはこの類が高宇時に物陰に逃げ込み、この時に往々にして人家に入り込むためである。また、 砂漠に散する種にも目立つものがあり、口実のように特に名が与えられている。中型から大型の徘徊性の雲の群である。煮詰め類で古い板を持たない。ふわしのしっかりした雲で全体にやや扁平だが、カニ雲かやヒトエ雲かほど顕著ではなく、ほとんど扁平に見えないものもある。特に他群と区別できる特徴として、 ふわしの足裏節に三葉性の膜を持つことが挙げられる。性的二なりとしては、メスがオスよりやや大きいが、体色に大きな差のある例が知られる。東京部は中央がやや盛り上がり、中央の小さな溝は縦向き。目は四眼二列の八眼。いずれも、ほぼ同大。ふわしはよく発達し、配置は横行性で、全三体が前向き。 最後の一体が後ろ向きだが、カニグモかのものほどはっきりしたものでなく、特にカマスグモ族などでは、前行性との差が曖昧な程度である。オスのフレシには、爪がある。腹部は楕円型など、特に目立った特徴はない。反紋も、あまり派手なものは少ない。ただし、ツユグモは、鮮やかな緑の体に赤い反紋を持つ美しい、雲である。また、小型のイリーズは、 雲類の中でもとりわけ美しいものである。糸い,いぼは短く、舞いぼはない。徘徊性で網は張らないが、それほど活発に動き回るものでもない。多くは夜行性で、昼間は樹皮の隙間などの物陰に隠れ、夜間に活動する。この際、付脚先端の膜質構造はその部分の柔軟性をもたらし、そのような環境での運動に有利である。 昼間に活動する種もあり、それらは草の間や木の絵などで生活している。狩りは待ち伏せが主体である。アシダカグモは家の中で見られてよく知られるが、類似の野外生のものは多く、森林の臨床などにもいるが、ホラー穴などを住みかとするものもいる。砂漠生活に適応したものも知られている。アフリカ南部のナミブ砂漠に生息する、白アシダカグモ属るカークエストリスのものは全身に、 白色の毛が密生していることから、ホワイトレディあるいはダンシングホワイトレディスパイダーの名で呼ばれる。糸で補強した巣穴を砂丘の頂上に掘り、夜間に徘徊しては昆虫からヤモリまでは捕食する。敵に会うと斜面をつま先で蹴って転がる、という変わった行動で逃げる。同じく、ナミブ砂漠の砂漠足高雲属コラッペラクニーも、白っぽい雲で砂丘の 険しくなっている斜面に水平に穴を掘って暮らすが、敵に会った時は、不足を体に引きつけて丸まり、斜面を高速回転して転がり落ち、平らな面につくと素早く砂に潜って逃げる。そのため、この雲の英名は、ホイーリングスパイダーである。白足高雲の一種ルカークエストリスアーニコラさらに、特殊な例として、絆足高雲ドリーナカンセリデスは、生体と、 各種段階の養成を含む家族集団で生活することが知られる。ネオアシダカグモ族ネヘスパーススのものは一種の社会規制を行う。大網掛けジグモフリガノポウリスキャンディガスは多数個体が集まって巨大な網を張るが、このクモはこの網に入り込み、網にかかる獲物を盗んで食べる。卵は卵のにまとめ、気質状にくっつけてメスが防衛するもの。 花どを寄せ集めてその中に隠し、その入り口をメスが守るもの、またメスが口にくわえて運ぶものなども知られる。また、妖精がバルーニングをしない種が多いことも知られている。大型の種は人目を引き、多くの場合に恐れられる。タランチュラの名は、ある時期には、アシダカグモ類の呼び名であった。特にバナナの輸送の際に混入して発見され、その大きさと姿から恐れられた。 しかし実際には危険な毒を持つものは知られていない。一般のクモ類と同様にそのアゴには毒性があるが、その毒は人間に強い影響を与えるものではない。人間の生活域に出現するものも多く、接触する場面もあるから、実際に噛みつかれることもあり、その際には体格が大きいだけに、それなりの痛みはある。が、それ以上の交渉に発展することは知られていない。 むしろ人家に生息するものはゴキブリなどの重要な天敵として大きな役割を担っていると考えられ、その意味では液中である。系統関係は明らかではないが、エビグモかやミヤマシボグモかと類縁があるものと考えられている。熱帯から暖温帯にかけて84属1 0種以上が知られている。アジアの山岳地帯などで種文化が進んでいることが知られ、これは 蒸気のようにバルーニングをしないことと関係すると見られる。足高雲などは世界各地の人家に生息しているが、この種は輸送されるバナナについて発見されることも多く、このような方法によって各地に伝播したものと考えられる。日本では9属23種が知られているが、おのは確実なのはそのうちの六属十六種としている。以下にそれらを挙げる。世界の種については、 足シダカグモカ属種の甲を参照のこと。日本では足シダカグモが本州以南の家屋にごく普通で、野外では小足シダカグモが普通種である。琉球列島では小足シダカグモ属のものなど複数種が知られる。ツ雲グモは旧北区に広く分布し、日本ではやや寒冷地にいる。ありがとうございます。